はい、コロコロ山古墳でございます。この石は何だね。あ、向こうにあるんだよな。あら、思ったよりも大きい。あら、大きいね。思ったよりもね。思ったよりも大きいですね。この山がね、低い山やから小さい古墳が関越川まで入ってきたんだけどね。あら、大きいわ。はい、失礼します。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。おそらく上はコンクリートな。はい、失礼します。あ、上はコンクリートでしたね、これね。天井がないんですわ、天井石が。これは組み直してありますね。いやー、あんまり切り方がびっくりしたんやけど。天井石はありません。あら、大きいですわ、これ。天井石はどこあんの？あ、あそこ表あんの天井石かね。まあかなり大きな石使ってるからね。ね、天井石乗せるんやったらね、やっぱりあれぐらいまであんなやろ、この上やな。ということはここでもうちょっと石積みあんね。おお、なかなかいい石が積んでやろ。これは割り方は何かな、やっぱり金具を入れて割ってんかね。下向こうはどうもコンクリ固めてるんだよな。ああ、コロコロ山古墳でございました。ありがとうございました。これはちょっとねびっくりしましたね。これがそこの両袖まで5、6メートルありますからね。5、6メートル。高さが、だから天井石この高さやったらね、おそらくあそこやから、2メーター2、30は最低あるやろな。幅が2メーター2、30か。そんなとこかな。この上はコンクリートでございました。上はね、はい。この天井石ね、これがね、なんかこれは入り口だからもっとね、この辺タコなんだよな。なんかこの高さぐらいやったんやろね。2メーター560になったかもしれんな、これ。はい、はい、ちょっとね、入り口で石見た時、小さいね、小さい石、なんか小さい石が積んであるかと思って来たんだけど、大きい石、大きい石積んでありましたわ。失礼いたしました。これわからないんだね。ナビで刺すんやけどね、行き過ぎてしまってわからないんだ。これね、天井石、天井石かな、これ。天井石やな、これ。この大きいやつや。はい、で、ビオはあれでコンクリで固めてあります。これは見とかなあかんな、これな。この古墳にしてはあまりにも石室が広いからびっくりしたんだけどね。はい、ありがとうございました。コロコロ山古墳でございました。誰だろうな、誰だろう、書いてあるの、書いてないね。 5.35m、 先代行ってないけどさ、安倍氏の関係の、ね、そうやな。一部やからね。はい、ありがとうございました。あ、回れんねんな、これ。はい、コロコロ山古墳でした。ありがとうございました。